はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。はい、今日はですね、月刊ムーってご存知ですか？あのなんかミステリー雑誌的な、やつがありまして、あのなんだテレビかなんか出てんのかな、あんまテレビないのでちょっとわかんないけど、あのちょっとまあそういうね、ちょっとミステリー系の雑誌があるんですよ。そのミステリー系の雑誌と、ファッションセンター島村が、コラボしまして、なんだろう、新しいなんだろう、こう服が出たんですよ。服とまああのなんだろう、ハーフパンツっていうのかな。で、今回あのね、これ2回目で、実は前回というかね、2017年ね、今2018年ですか、2017年末ぐらいにあのね、上下セットのジャージがあったんですよ。なんて言うんだろう、こう大分でも売ってたんですけど、自分はこうある程度探したんですよ。これ動画ね、途中で撮りかけて結局 最後やめたのか、もうあのボツネタになってんだけど完全に。で、探したんだけどなくて、あのサイズがなかったんですよ。S と M、LL とこう3種類しかなくて、あの見に行ったらね、 S と M あるんだけど LL ねみたいな、 L じゃちっちゃいんで LL が欲しかったんですよ。なくて、まあ、結局変えずボツにしたと。まあでもこれね、あのなんだろう、こう探してみた的な感じだったんで、あのまあ注文すればね、実はあのお取り寄せっていうのがあの島村はできるので、まあ、それで手に入れれば、まあ、100% だったんだけど、で今回ね、第2回目で、なんだろう、なんか前回の、コラボをしたジャージ、その、ね、さっき自分が手に入れてなかったジャージがなんかあのかなりなんか大反響だったらしいんですよ。まあ、ネットでもね、知ってる人は知ってるって感じ。ネットですごくね大反響で、で今回第2弾として、なんだろう、あの T シャツとナスカ T シャツっていうのは、 T シャツと、ハーフパンツを、出しましたといった感じです。で、これはもうちょっと前、ほんとちょっと前なんだけど、一応島村で5月23日、2018年5月23日より、販売されてまして、ちょっと自分ちょっとね、情報が遅れて、ちょっと遅れたんだけど、まあ、とりあえずね、とりあえず島村で、買ってきました。島村のテープの裏だってこんなんなんだよね。普通なんかこう手持ちのさ、この部分がある。ここ止めるよね、みたいな。島村っていつもね、こう縦に止めてこう持つみたいなね。あんま行かないか知らないと思う。2着買いましたね。まず多分これ。これが多分ネット上でもすでに出回ってるんですけど、これですね。いきますよ。せーの、じゃじゃんと。ほら。まあまあ大きくない？これ LL ですね。これがナスカのね、ナスカ T シャツって一応なってるんで、一応こう裏面がナスカですって感じ。これが表ね。ムーです、はい、ちょっとね、ちょっとゆったりめかな、こんな感じで、まあ、うん、まあちょっとね、メッシュっていうのかな、あんまり透けない、吸水乾燥系に近いのかなっていう感じ。汗かいても、まだこう今着てるこのおそ松さんの T シャツみたいにこう汗がダラーっとっていう感じだね。吸水乾燥系のなんかこうサラッとした感じです。で、この辺ですね。あとは値札系っていうのかな、がついております。どれ切ろうか。まずは月刊ムーの島村とコラボした、ステッカーですね、これ。ステッカーです一応ムー、認定ということでね、ステッカーがついております。何に貼るのこれ何に貼るの、まあ、プリント部分は注意してくださいの注意書きと、一応スウェッターズっていう流れなのかな、シマパと始めました、あータグ付けしろと。これがムーなんだよね、すでに。これサイズ書いてるやつです、紙が。ここまでこだわってると。そして、お値段は1500円ですね。島村は税込みでございますと、テンダーアナウンスっていうかあれでも言ってましたけど。で、これが型番ですね、うん。今ね、この買ったムーの服の型がこれ、232-1388。これ大きさも含めてなんで、これ LL サイズだと、これを島村で注文すれば1週間だったかな、そこで確か届くはず。これね、大きさでこの型番が違うんで、LL でこれは、
あのさっきの型番って感じだから、これが L になるとまたこのさっきのね、この2321388っていうのはちょっと多分下2桁ぐらい、88が多分違うんじゃないかなって感じです。とりあえずちょっと着てみますか。これなかなか良さそうだね。ではちょっと着替えましょう。ムーン、ムーン、うん、ちょっとしたジャージだね。あ、ここにもあれなんだ、なんかなんか入ってるんですね。1500円にしちゃなんかいい気がするけど、大きさもまあでもいつも LL なんですけど、まあ普通の LL で、ちょっとねこの丈が長い、このねこの丈がちょっと長いわ、そう、分かりづらいけど、分かりづらいけど こんな感じ、この股までいくぐらい、さっき着てたおそ松さんと比べたら分かるのかな、この丈の長さがねちょっと分かると思う。これ おそ松さんのこれ普通の T シャツの長さがこれだったら多分プラス5、6センチぐらい長く作られてるなっていう感じですね、これ。で、もう一着ね。もう一着はね、もう一個上を、もう一個も上を買いました。下あんまりね、自分、こう、ハーフパンツってあんまり着ないんですよね。まあ家の中じゃ着るけど、家の中でも足りてるんで、どうせ上がいいかなと思って、もう一着も上を買いました。こちらでございます。じゃじゃんと、ムーですね。ちょっとデザインが少し違うのかな。今回あのね、島村でもね、なんかあんまりこう月刊ムーのこと取り上げてないっていうのかな。今ですね、あの島村のホームページ見たけど、やっぱこうこれこれとコラボしたっていうのはね、あんまり載ってないっていうか、全くこのムーに関してはねホームページで載ってない。あのどっかの記事で、あのムーとコラボしますよっていう記事があるだけで、あのそういうの特に目で載ってないですね。はい、でこれはこんな感じだから、多分ね他にもあるかもしれないけど、記事によればですね、今回発売されるのはナスカ T シャツとナスカハーフパーツの2種って書いてある。だからこの服が何種類あるとかでも分かんないです。いや一応調べたんですけどね。でですね、月刊ムーがさらにもうコラボを次っていうか、多分これと続きになるんだろうけど、第2弾の続きみたいな感じで、ムーのロゴソックスが発売されるらしいですね。それは載ってんだけど、この T シャツがどこにも載ってねえ。今調べたら載ってないですね、ネットに。でちなみにね、買ったのもこの2種類だけです。でまあ表向きが、まあ、こんな感じで、裏がこんな感じ、なんか怪しげな記号が入ってるね。で実はね、もう1種類あったんですよ、それもサイズがなかった。なんかね、大きいサイズしかなかったんですよ。 5L、4L、3L みたいな、でかみたいな。それはなんか全体的に白っぽくて、なんかさっきのナスカの絵っていうのかな、全体的にねこの絵っていうのかな、ナスカの絵っていうのかな、ちょっとねこう白っぽい感じの T シャツにこのナスカの絵がこう全体的にプリントされてたってやつ。それが欲しかったんだけど、サイズがなくて、全然なくて、多分ね 3L、4L、5L だから、多分本当大きい人用に作られたのかちょっと分かんないけど、だってね、S、M、L、S はないか、M、L、LL か、なんか男性の分しかないらしいんですよ。一応、サイズ的には、ね、メンズサイズのみってなってるんで。なのに、そのね、他のサイズが全くないっておかしいと思ったんで、多分もともとないのかなって感じ。はい、ということで、ちょっとせっかくならこれも着てみますか。ということで、着てみました。これは、これも長いね。これ見てこれ。これもさ、ちょっとね、もうまたに届くぐらい長いですね。で、多分ね、6、7センチぐらいは長いんじゃないかなって感じです。ただね、生地はもうなんかさっきと違う。これもまあ、なんだ、こう、サラサラ系？サラサラ系な感じなんだけど、なんだろう、なんかこっちの方がちょっとなんか、風通し悪いかなみたいな。さっきの方がね、なんかすごい、こう、メッシュな感じだったんですよ。こう、わかる？ね。こうメッシュ、本当のメッシュって感じです。よく見たら透けてるからね。これはちょっとね密度が高いんで、さっき あのメッシュタイプに比べると少し、ちょっと暑いような気がしますけど、まあ一応夏用なんでね。でここもちょっと、長めなんで、これ自分これちょっと長めが好きなんですよ。これがもし短いじゃないですか、 T シャツって。あれ嫌いで買わないんですよ、基本的に。あ、デザインいいなと思っても絶対買わないんですよ、ここ短いと。ちょっとね、こうやって長い。こんな感じで。ちょっと長いんで、自分これは好みですね。さっきの方だけど、ちょっと若干長め。
なんか昔の T シャツはね、ちょっと長めだったのに、最近なんか時々ね、短いの多いんで、あれが自分は嫌だなと思ってます。で、これね、着た時に思ったんだけど、この首周りが超ちっちゃい。頭が、これちょっとあんまり伸びる生地じゃないんだけど、ちょっと伸ばして入らない。さっきのは、あの首周りが全然普通だったんですよ。しかも伸びるし、全然スッと入ったんだけど、こっちはここにこう当たりながらガッて感じ。この差は何なのかちょっと分かんないけど、はい。まあということで、月刊ムーがね、第2弾のコラボをしたということで、今回は速攻っていうか、まあ割と早めに買ってみました。まああとはね、あのハーフパンツはもう自分はあんまりだね。ハーフパンツは外ではね、あんまり自分着ないんで、まあ今回買わなかったですけど、ありました。こう置いてた分では2種類ぐらいありました。これもね、ちょっと買おうかなと思ったんですけど、まああんまり外には着ていかないかなと思う。これも外で着るかどうかわかんないけど。で、T シャツにはこの、島村とコラボの限定ステッカーがついてて、ハーフパンツには限定のキーホルダーがついてるみたいです。そこまで見てなかったけどね、まあ、なんとなくシールついてんだぐらい。別にこれ欲しくてじゃなくて、なんとなくやっぱ ムーですから。はい、ということで、まだ販売されたばっかりだし、まあ、注文すればね、必ず、手には入ると思うので、はい、これがね、今回買った分の型番です。で、だから黒い方がこの型番ね、232-1388。これ LL サイズね。型番が違うと L とかになっちゃうから、LL だとこれ。で、こっちの灰色ね、今この着てる灰色の方がこれ、232-1397の LL ね、これも LL です。あの島村で注文ね、もしするときはこの型番を聞かれるんですよ。型番わかりますかと。島村にたくさん種類があるんで、この型番がわかんないと、これから調べるとすげえ時間かかるらしくて、前そのだからジャージのね時に一回聞いたらそういう風に言われて、ですぐ ネットでも結構出回ってるんで、まあ、ネットでこう調べるのも多分早いかもしれないですけども、はい、とそういう感じで、第2弾はねサクッと買ってみたといった感じでございます。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。